レーで濡らして、少し冷風をかけるとお客さんの髪って、自然な癖が出てくれるんですよね。軽く水スプレーをかけて冷風を全体に当てます。で、温風だとちょっと乾いちゃうので冷風を当てることによって、お客さんって最後までしっかり乾かさない方とかが多いんで、意外と美容室でやったスタイリングと自宅でやったの違ったりするんですよ。なんで結構水分量を残してあげる、冷風を当ててあげると結構お客さんが自分でやった感じに近くなるんで、まあそのような感じでこれ作ってると思ってください。で、一つ言っといていいですか、このウィッグはもうちょっといろんなこと使ったんで、もうかなり薄いんで、これパッツンボブに多分ならないです、きっと。なんで切り方だけちょっと見ていただければいいかなと思うんで、とりあえずちょっと仕上がりは多分めちゃめちゃガサいと思います、きっと。これでこの薄さで多分できないと思うんで。最近のウィッグってね、結構皆さんも経験あると思うんですけど、結構薄くないですかね、毛が。そう、まあこれもね、高いウィッグじゃないんで。で、まず切ったのが、まあ、サイドの長さをお客さんと決めるんですよ。どの長さがいいですかって言って、で、サイドの長さを決めたら、まず、じゃあこの辺の長さですねって決めますね。で、決めたらこのままパツってこの子で決めてもいいんですよ。例えばこの長さですねって分かりやすくやりますね。パツってこう決めてもいいんですよね。あ、この長さですねって大体のちょっと長め、1センチ長めに切ってあげればいいんですけど、1センチ長めでここですねってこう切ります。そしたら今度僕の切り方なんですけど、自然に落ちる位置で、もうほとんどコーム使わないんですけど、コーム使わなくて全然その人の癖生かす感じなんですけど、もうちょっと低くしていいですか。はい、で、ここで切りますね。で、今これバツって切って長さをね、最初にガイドをこう作ったわけです。もうちょっと短く切りましょう、どうせだから。まあお客さん、よいしょ、はい、お客さん見ながら、じゃあどうしますか、この辺でいいですか、ちょっとイメージこう作ってあげて、いいなって言った長さよりも1センチ長めにこうちょっとパツッと切ります。長さいいですか。はい、で、左右合わせてください。はい、すごい簡単な方法です。で、今度肘を上げます。こういう感じですね、ロボットみたいな感じ。肘を上げてここをまっすぐにします。これ前髪切るときも僕使うんですけど、ここをまっすぐにしますね。ここをまっすぐ、はい、肘上げてまっすぐです。ブラブラブラーって感じです。いいですか、ここがポイントです。そして、はい、ここをノーテンションで、なぜこう切るかっていうと、丸く切りたいからですね。ここを丸く切りたいから、こうは取らないです。こうは取らないんですよね。こう取んないんですけど、なぜかっていうと、こう取るよりもこう取った方が内巻きにこう入れやすいんですよ。こういう風にこうだと内巻きちょっと切りづらかったりとかするんで、この場合は、まあ、いつもとちょっと違うんですけど、上からそーっとここで指で押さえます。で、ここを切ります。このアルバでこれだけですね。で、めっちゃ簡単なんで、本当にこのまま取って切る。って思うかもしれないですけど、結構まとめて切るとつながるんですよ、綺麗に。で、これ細かく切っちゃうとつながりがなくなってしまうんで、で、このパッツン作る場合はまた、このまま、ここがずれちゃうと肘が折れてたりすると長さがちょっとこっち長くなったりとかしちゃうんですよね。なんで肘をしっかり上げた状態で、上から肘だけ本当に上げてください。で、覗き込むような感じにして、この指が地面と水平なのかっていうのを確認します。いいですか、地面と平行なのかを確認します。そして、少しここだなと思ったら、そこを、R 刃でカットしていきます。結構、って思うかもしれないですけど、これ
あの美容師さんじゃなくても切れるかもしれないですね。はい、で最初つけたこのガイドの場所ありますよね。でこことここ今こう癖出てますよね。まあこうなんか前に削いだ癖なんですけど、その削いだ癖もこのまま活かしながら切るんですよね。引っ張ってしまうと癖が死んじゃうので、このままいいですか、ここにつながるようなイメージでカットします。そしてまた今度ここですね、肘をしっかり上げた状態でここをつなげていきます。でここも、つなげていきます。ですか、なんかちょっと切り残しがあるんでここを切ります。はい、でこう切りますよね。これ切りました。これに対して多分って思う方多分いると思うんですよ。こんなんでいいのみたいな感じで思うと思うんですけど、例えば結構まあこれ何回もねちょっとやってるんですけど、こうやって、細かくこう切っていくじゃないですか。こうね切っていきますよね。でこう切ってってとか、まあ、チョップとかわかんないですけど、でまたちょっと一線目こうやってまたこう切っていく。でこれに例えばでこのままこうまた切っていきますよね。バンバンバンって。でこれにこう切っていくじゃないですか、細かく。でまたこうやってって、でこれに例えば10分ぐらいかかったとしますよね。でまあ先ほどの動画見てもらうとわかるんですけど、お客さんに最初どうですかって言ってたとこあるじゃないですか。これで10分例えばベースカットでかかったとしたら、はい、僕厚着っす。厚着、鈴木さんありがとうございます。厚着です、寒いんで。でなんて言うんでしょうね、分かんなくなっちゃった。なんだっけ、なんだっけ、そう、こう細かくこう切ってて、例えばベースカット10分かかったとしたら、お客さんにどうですかって言っても結構時間かかってたら、 あとちょっと切ってほしくてもいいですってなるじゃないですか、きっと気使っちゃったり。でそれも何回も切り直したら10分のベースカットで2回3回30分かかるんですよ、3回やると。でもこのやり方だったらもう本当にすぐ切れるんで、ババッと切ってみてどうですか、もうちょっと切りたいです、はい、じゃあもう一回切ります、じゃあもう一回ね、切りますねって言って、もうこうカットしていくじゃないですか、また同じような感じで。でも簡単に切れるじゃないですか。それではいどうですかって言って、いやあと5ミリもうちょっと切りたい、この部分だけもうちょっと切りたいとかっていうのに対応ができるんですよね。なのでそういう意味で考えても、まあ、こういう風な効率がいいかなと思います。でこれも簡単にやってますけど、まあ、細かい理論はあります。それちょっと今めんどくさいんで言わないですけど、もう一回ちょっとやってみて、じゃあ実際のねカットラインとか気になるかなと思うんで、ちょっと切ってみますね、もう一回。もうちょっと下げて、ちょっとちっちゃいんで僕背が、もうちょっと下げます、もうちょっと下げてちょっと下げていいですか。あれここか、肘がね最近ちょっとね上がんなくて、そーっとね。この時にどうやってやるかっていうと、こっちの指がこっちの腹がお客さんの首に当たるような感じに押していきます。わかります。でもう捉えたらもうそこだっていう感じなんですよ。捉えたらもうそこだみたいな感じです。いいですか、捉えたらそこだって感じです。はい、こっち切りますね。ちょっと今ガイド左右取ってないんで多分大事だと思うんですけど、この辺だと思う。こっちねすごい薄くてそぎが入っちゃって、肘上げて挟みます。で
中指の腹をお客さんの首につけるようにしていきますね。いいですか。なんかウィッグだと逆にこれ切りづらい。お客さんだと切りやすいんですか。で、R 刃でカットしていきますね。ちょっとここ、そのまま切っちゃいます。はい。で、切りました。まあ、適当に。で、このカットライン、ちょっと僕も今、自信ないじゃないんですけど、どんなもんなのか。ちょっと上げますね。で、このカットラインどうなのかなっていうのを、ちょっと見て、ロックオンだよね。あ、そうです、鈴木さん、ロックオンです。その通りです。ロックオンしたらそこで切る感じですね。で、ロックオンしたら、ロックオンしたら切るんですけど、ちょっとここ分かりやすく、じゃあ、このロックオンした、紙カットラインどうなってるのかなっていうのを、これ分かりますかね。これ表面ちょっと長くなってますけど、この遊び結構必要なんですよ。いいですか。まあ後でまた調節するんですけどね。で、これカットラインつながってるの分かります。丸く、これ丸くな、なんとなくこう丸くなってるの分かります。ロックオンしたやつ、こう、これね、こういう風に丸く切れるんですよ。で、これ細かく切ってって、なんかここガタガタになるよりはいいかなと思うんで、超簡単なんですけど、こういう感じで。ただあまりでもこれをね、パパパって切っちゃうとお客さんびっくりしちゃうんで、最初にちゃんと説明した上でやった方がいいと思います。これでパパパって切って、はい終わりですって言ったらちょっと違和感あるんで。で、ここでポイントです。はい、これは裏技なんですけど、はい、コームを持ちません。で、ここでポイント、お客さんに下を向いてもらいます。じゃあなぜ下を向いてもらうかっていうと、お客さんが下を向くっていうことは襟足の一番下の毛が出やすくなるんですよ。だからボブの時は下を向いてもらうんですよね。で、下を向くことによってここの毛が出やすくなります。で、お客さんが上を向けば向くほど表面の毛を切らさるんですよね。わかりますか。で、僕上向いてもらう場合のカットの仕方もあるんで、また、まあ、違う時にちょっとそれもすごい楽なので説明できたらなと思うんですけど、今日は違います。こっち側ですね。はい、こうちょっと倒してもらって、ここをまた肘を上げます。これ分かりますかね。こうなったら分かるかな。肘を、これちょっとね、覚えるの大変かもしれないですね。顔の前の方から、いや違うな、後ろか。この髪の毛があったら、この髪の毛ちょっと分かりやすく止めます。はい、こうあったら、力を入れるとしたら、ここ10段階のうちに、分かりやすく言いますよ、10段階のうち力入れるのが、ここが8 6 4 2 0みたいな感じです。いいですか。力を入れてる、ただここはもうほとんど力入れてない状態です。それでこういう風に上から、このステム上げちゃうとレイヤー入っちゃうんで、これをダウンステムで持ってきます。縦に、これ今縦に取ってますからね。こういう風に縦に取ってますよ。縦、分かります。縦に取ってるやつを真下に持ってきます。ここをギュッと、さっき言ったように力のテンションの具合は、ここが10段階のうち8の力です。で、ここは6の力です。で、ここは4の力です。で、ここは2の力です。表面は0ですっていうような感じで、人差し指、右手の、ちょっと動画だと逆になってると思うんですけど、右手の人差し指のと親指で、この一番力入れたい、この8で力入れるネープの位置ですね、ここをちょっと強めにシェイプしてピタッとこうやっていきます。で、他はこの辺はもう全然テンション入ってない状態ですね。ここでこれを
このまま切れないので、ひっくり返してここに R 刃をこうやって入れます。これを下ろすとどうなるかっていうと、中の方が短くなってて、さっきの丸さがここに残って、丸さ残ってえぐれてるみたいな感じです。丸さ残ってえぐれる感じ、えぐれて丸さ残る感じです。こういうカットラインになってるんですね。こうすると、まあ収まりながらもちょっとこう遊ぶような、カットラインに変わるんで、ちょっと難しいかもしれないですけど、これを縦に入れていきます。はい、今度ここ入れます。はい、この取る幅っていうのは指1本分です。この、横のベースっていうのは指1本分で、引き出す角度は頭皮に対して90度で、はい、またここシェイプして、基本的にここの2つの手で、2つの指で、こう最後テンション入れる感じです。ここのテンション入れてるのは一番下の毛ですね、ここですね。ここはテンション入ってません。それでぐーっと持ってきて、下向いてもらった状態で、ここを上からくるっと回します。でここを、この R 刃を逆刃にして、ショーバルタンを、でここをバツッと切ります。まあ、あくまでもこのやり方は、パッツンのボブ切る場合ですよ、このやり方としては。で、また今度次のところを、止めて、はい、ちょっと分かりやすく切ってますけどね。でここをまた90度で引き出して、まあボックス切りに近いような感じですかね。でこのまま引っ張ったら、お客さんが痛くない程度ですよ。表面はテンション入ってません。でこれをひっくり返して、ここを、でここどれぐらい切るのってなると思うんですけど、まあスタイルによってここ変わってくると思うんですけど、僕はだいたい指1本分ぐらいこう削っていくような感じです。指1本のところからギュッて、この最後切っちゃダメですよ。こう切っちゃ全く意味がないんで、ここをガイドとしてつなげていかないものですね、この辺を。なんでここをこういう感じです。ちょっとここの重さを残してください。これ表面の丸さに使うので、はい。でもう一回ちょっとやりますね、こっち側で。なんでちょっとガタガタに、横面で取った時ガタガタになるんですけど、それはそれで、パッツンボブの時はありかなと思います。で、こちらをちょっと取っていきますと、ここですね、ここを、はい、取ります。でこの幅ですね、全部まとめて。結構適当に切った割には綺麗に切れてると思いませんか、こういうカットラインなんで。わかります、これ適当に切ってる割には。でこんだけ切れるので結構簡単なんですよね。で、はい、またこの下の方をね、このこっちは力を入れて、こっちは0です。力10段階のうちに8の力で、こっちは0です。でこのままシェイプして、あいちゃん、あいちゃん見てる、ちょっと鈴木さん、ちょっと変なこと言わないでください。鈴木さん、ちょっと意味が分かんないですけど、まあいいや。でこのまま、はい、シェイプしてちょっとやめてもらっていいですか。でこのままシェイプして、このままやりますよね。このままこう起こします。そしたらこのここのガイド、わかります、これ表面の毛じゃないですか。で表面の毛ちょっと残したいんですよ、このぐらい、指1本分ぐらいのこの幅を残して、ここをつなげていくような感じですね。いいですか。でここも指1本のところから指1本分えぐっていくような感じなんで、このままここを R 刃でドンって取ります。このような感じで、はい。でまたちょっとこっち側にやっていきますね。でこのような感じで、またここを、もうこれねゆっくりやってるからちょっとあれなんですけど、本当はもう早くバンってできるんですよね。でこのような感じで、で最後まだありますからね、まだちょっと皆さん離脱しないでくださいね、もうちょっとあるんで。でこのままシェイプして、ここを切ります。はい、でこれでちょっと、でサイドももしあれでしたら、サイドも同様に、でもこの毛薄いんでね、ちょっとあれなんですけど、まあちょっと少し R 刃で取っていきますね。
ある場でこの辺も取っていきます。これは後ろの切り方をちょっと参考にしてみてください。そして今度こういうペンシルシザーっていうのがあるんで、なんていうんでしょうね、笹刃でもちょっと片方の笹刃みたいな感じでちょっとこんな感じになってるハサミなんですけど、こういうのでもうすでにウィッグ薄いんで、この人自体がもうちょっとそぎ入れる必要もないんですけど、まあバッグの方とかを、ちょっとねこう見て、このまま、ちょっと少しこう優しく、中の方の毛をちょっと処理していきます。でこうすることによってどうなるかっていうと、毛が散るんですよ横に。逆に跳ねちゃうんですけど、これをうまく利用して束感を作っていったりとかします。あんまり奥まで入れない方がいいですね。この人がもし伸ばすんだったらベース入れない方がいいと思うんで、まあ、伸ばさない方だったらベース入れちゃってもいいと思います。でこのような感じで、こう縦に入れていきますね、はい、これ通常のハサミで入れるとちょっとバツってなりすぎちゃうんで、こういうちょっと柔らかいペンシルシザーとかで入れていくといいかと思います。で表面はねあんまり入れない方がいいんで、表面はあんまり入れません。まあサイドとかもちょっともうすでに薄いんですけど、まあやり方だけで、ね、今日はでこういう風にちょっと入れていきます。この時は指の上をこうなんていうんでしょうね、滑らすような感じでこういう風な感じで入れていきます。であまり表面の方入れるとパサつきになってしまうんで、表面はあんまり入れないでください。で、基本的に隠れる部分だけをちょっとこう調節して、入れていき、見てた、はい、見てた、見てた、はい、見てた、ありがとうございます。ありがとうございます。見てた、見てる、あー、この方はあれですね、愛子さんって方なんですね。すいません、鈴木さんの言ってる、愛ちゃん、後藤さん知ってるの？え、それ鈴木さんの知り合いですか？あ、そういう意味だったの、愛ちゃんか。ちょっとよくわかんないです、まあいいです。ちょっとやめ、鈴木さんなんかやめてくださいね、ほんとよくわかんないこと。で、ここで、こう、こういう感じで、やっていきます。あ、やばい、電池がなくなってきた。はい、もうそろそろ電池ないんで終わります。で、このままペンシルでやっていくような感じで、まあ、このウィッグ自体は、もうちょっとね、ひどい状態なんで、まあ動画で、先ほど撮った、営業で撮ったムービー、もし、YouTube とかにアップできたら、Facebook 上にアップするんで、Facebook の友達申請してください。お願いします。ちょっとこれ分かりづらいと思うんでね、このボサボサになっちゃってるんで。ただ、簡単にボブ切れる、ボブっていうか、ああいうそういうパッツンボブは切れるっていうのは分かったと思うんで、それをまあ明日から皆さんちょっとやっていけたらいいかなと思ってます。あとネープの方はこの縦で、これ縦の状態でもうこのままバーってこうちょっとこういう感じで入れてきます。バーってこう、これ横じゃなくて、横でエフェクトみたいなこうあるじゃないですか、これじゃなくて縦にこう振り子みたいな感じで取って、こうやって取っていくんですね。これ今切ってないですけど、これでこういう風な感じで切っていくよってことですね。バーってネープからこう、ここにもうただ切るんだけじゃなくて、こういう R を描きながら切っていくんですね。ん？いや知らないけどすごいなと、あ、ありがとうございます。こういう R に、例えばこうやってやるのもただやってるんじゃなくて描いてるんですね、この R を。でちょっと R を描きながらこういう風に逃がしてったりとか、これ今切ってないんですけど、こういう感じでR を描きながらやっていくみたいな感じのも、さっき綺麗に撮った動画があるんで、それを近々 YouTube にアップしたいと思うんで、 YouTube アップしたら Facebook にアップします。はい、で Facebook の、アカウント、僕のハイヤマカチの Facebook の方では、もうちょっとしたら限定で見れるっていう、動画、もう本当に裏技とかばっかり使ってるやつもちょっとやりたいなと思ってるんで、そこは皆さん見れる人と見れない人いるかもしれないですけど、
そういうのもちょっと今後ライブ映像って感じで、うん、Facebook じゃなくて、YouTube の方でやっていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。今日は、簡単にできるパッツンボブっていうのを、ちょっとすげえ油ぎっしゃね、はい、で、やりましたんで、携帯の電池がもうそろそろないようなので、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、もし何もなければ、終わり、そろそろ、あと、もうそろ、あ、やばい、もう結構俺喋ってんの、1時間近く。もうそろ終わります。はい。皆さん大丈夫でしょうか？これ、皆さん、明日からもしできれば、いきなりでもね、この切り方やるって言ったら、ちょっと、びっくり、お客さんびっくりしちゃうかもしれないですけどね。あいちゃん、合品の友達？合品？はい、鈴木さんよくわかりません。愛ちゃんが合品の友達だよ。合品って誰なんですかね。ちょっとわかんないですけどね。はい、よくわからない人ですね。なんかよくわかんない。まあいいか。はい、明日から、使えるような簡単なカットの方法をこれからもちょっとお伝えしていけたらいいかなと思うんで、もうネタもねすごいめちゃくちゃあるんですけど、ちょっと営業もあるので、たまに、やっていけたらいいかなと思うんで、最近結構ね頻繁にやってるんですけど、と思います。はい、ではもし何もないようでしたら、そろそろ私は、そろそろ帰りたいと思いますので、大丈夫でしょうか皆さん、いいですか。はい、今日も最後まで見ていただいて皆さんありがとうございました。今日の営業もね、皆さんお疲れだと思うんですが、はい、また明日、お仕事頑張っていきましょうということで、今日は終わりたいと思います。ありがとうございます。あ、いいね、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。こんな感じ、ありがとうございます。では切ります。